よし。さあ、ポチンキでしょ。ポチンキノーマークですから。いや、それしかない気がするわ。ポチンキを見据えて。これやな。オッケー、行きます。よし。あ、結構降りとるな。やばいな。屋上とかで降りられへんかな。ああ、ほんとだ。とりあえず一組いるな。はい。いや、でも、結構離れてますね。ちょっと離れたところに降りて、行こう。OK。よし。ピストルでもいいから武器が欲しい。フライパンかい。やべ、武器ね。やべ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 。べべべべべべべ。べべべべべ。何にもないけど。ショットガンでいい。もう。ヘルメットレベル2。あ、全然離れてる。やばい。嘘。ちょっと乗り込んで。やばい。これやばいな。ポチンキ。ポチンキ外れた。ポチンキ外れちゃうのか。乗り物あるっすか、どっかに。探します。ちょっとまともな武器を1本だけでも、1本だけでもいいから。相当やばいな。シャッカンかよ。おるな。まあね、皆さん、いきなりね、ゲームの画面が変わって、あ、何事だと、お思いだと思いますけどもね、いや、唐突ですけどね、どうですか、皆さん、あの後どうなると思いますか。うん、まあ、いろいろ予想してみてくださいよ。まあ、結果を言ってしまうとですね、まあ、サグサイラあそこで死ぬんですね。動画撮影なんてね、そんなもんですわ。そんな動画撮影なんてもうは、うまくいったところをね、常にね、動画にしてるんでね、基本的にはね、動画にするときに、ああいう風な感じになってしまって死んだ動画っていうものはもうね、アップしないんですよ。撮り直しなんですよ。基本的には撮り直しなんですけど、まああれ、ぬい散歩とやってるんですけどね、なんていうのかな、盗撮なんですよね、基本的に。あれ、あ、黙って撮ってるんですよ。だからもう失敗したところでね、撮り直しだなんていう、そういう言葉が言えないんですよね。盗撮なんで、完全なる盗撮なので、もう一回なんてことは言えないんで、もう、まあ、あの続きからはね、もう本当サグサイル死んでるんで、ぬい散歩だけの画面をお送りするっていう形にね、なっていくと思うんですけどね。あれですね、もう本当にぬい散歩の心に寄り添うサックスタイルと、それに応えるように頑張るぬい散歩を、まあこれみんな見てくれたらいいのかなって思う。このゲームクソつまんねえな。なんだこれ。あ、恐ろしいほどつまらんのやけども、これ何ですか。まあまあ、そういうことでね、まあその、まあ本来没動画になるような動画ですけどもね、最後までね、見ていってくれたらね、いいかなと。まあサクサイルは思います。ほんとクソゲーだな。おっぱいの一つや二つ見れるかと思ってやったらもう。まあそういうことでね、続きをね、見てくださいよ。どうぞ。うわ、やったマジっすか。いや、もういましたね、普通に。
そこを左に行ったっすね、敵。フライパン背負ってんだけど。やば、武器ないんすよ。やばいわ、もう何にもないもん、ここへ。小屋に入りましたもん、ここ。レッドドットサイトあったしな、今。これマジの中央っすよ、これ。やば、マジで。あー、ショットガンがここにもあるっていうね。いらねえ。やば。こ、入ってきたやつもみんなおろしですよ、これ。これ勝てんちゃいます。ちょうど中央。これ本当にここが中心だったら強いっすね。いやマジで。ずれた時にはもうショットガンとかやからもう終わりますね。ずれてほんとだだっぴろい、この草原とかになりそうな気もするな。いや、そんな気もします。そうっすよね。バカな、バカな戦法だな、これ。いや、すごいわ、これ。これまあまあありますよね、これ。いや、これワンチャンあるっすよ、本当に。これ、はい、車でドライブしたのが、ただね、車がね、だいぶ近くに乗り捨ててあるから、この中におるんやろなって思ってる。そっか、そ、乗り捨てた時はここに籠城するなんて、ね、考えてないからな。籠城するかな。まさかこんな小屋に一人おると思わないでしょ。いや、確かに。逆にもうフライパン持ってフライパンで殴り殺したのか。事件だもん、事件。こんな小屋でフライパン撲殺とかあったらもう事件や、事件。海辺の小屋で。いやね、またまたね、あの、まあ画面が変わってね、あの、まあ僕の語りが入ってきて申し訳ないんですけどね、あのですね、あるんですよ、フライパン殺人。DVD が映画であるんですよ。フライパン殺人事件。これね、すごいですよ、皆さん。知らないでしょ、皆さん。僕も知らないですけど、一人買ってるんですよ。レビューしてるんですよ。もう、星5つけてるんですよ。大好きか、もう。いや、どうやらね、あの、夫婦でなんか飲食店営んでてね、あの、まあ、経営が頑張しくなくて、あの、ある日ね、あの、妻をね、レイプしようとした客をね、フライパンでね、撲殺してしまうと。で、その肉をね、使って料理を出したらね、あの、コストが浮いて、まあ、なおかつね、あの、なんか、美味しいということで評判になってね、店が繁盛して金いっぱい稼げるっていう風になったっていう、まあそういうストーリーのね、フライパン撲殺事件らしいんですけどね。あのね、こんな B 級にも行かない映画見る人がいるんですね。フライパン撲殺事件なんてあったらもう事件やって言ってたけど、まあやっぱあの本当にそういう事件もあの、あったっぽいしね。あの、ちょっと Google でね、ちょっと調べましたけど、実際の事件もあったっていうね。もう、意外とあるっていうね。映画でもあるっていうね。まあ、そんな感じなんですけどもね、あの、まあ、さっきも言った通りね、これ、まあ、動画の話に戻すんですけど、盗撮だからね、あの、縫い散歩がね、いかんせん、素なんですよね。あの、
みんなが動画の時に知ってるヌイサンプよりはやっぱちょっとスパイスが弱いんですよね。もうちょっとスパイシーな感じだったなって思って見てたんですけど、編集してるとね、あのやってる時は楽しかったんですよ。やってる時はそれはもう楽しいですよ。ヌイサンプと一緒にゲームしてんだから楽しいんですけど、編集するとね、やっぱね、スパイシーさが足りないんですよね。スパイシーさが、ヌイサンプのなんかキレというか、やっぱね、盗撮は良くないよ。これをサグサイラ動画にするって、もうどんなやつでも動画にすると思ったけどね、見てください。もうあの動画撮られてるなんてわからないから、もうこっから最後まで小屋の中でハイパーイモるんすよハイパーイモってるんですよ、ヌイサンプ。信じられますか。そうでしょあの初めて編集しようと思って PC の前で30分ぼーっとするっていう、もうどうしたらいいかわからないっていうね。しまいにはもうどうしたらいいかわからなすぎて、もう途中で自分の愚痴を挟むっていうね。いやこれはダメですよこれはダメな動画の作り方ですね。よくないですねいや耐えた。まあそんな感じでね、まあまあまあ、次はね、次こそはね、盗撮じゃなくてね、ちゃんとこうヌイサンプにも動画の店主になっていただきね、小屋に一生いもるような立ち回りはね、ちょっと捨ててもらってね、いい感じの動画をね、作っていこうかなってまあ思っているんでね、まあこのままね、この動画はね、もちろん盗撮なんで、今回の動画のお相手はなんて言ったら、おおおどうしたどうしたみたいなヌイサンプなっちゃうからなっちゃうから、もちろんさよならの挨拶も言ってないんでね、そのままね、動画がフェードアウトして終わるっていう形にはなってると思うんでね、まあここでね、代わりにね、次も見てくれっていうことをね伝えてね、まあきっとそのまま動画が終わっていく形になっていくと思うんで、まあここら辺で挨拶を挟みつつ動画の本編に、戻らさせていただきたいと思います。今回の動画のお相手は、サグスタイルとヌイサンプでございました。よろしくどうぞきたな、ここで入るか濡れるか入ったアホアホード運いいじゃないですか。これ勝てんちゃいますもう一切動いてないですけど、いやすごいぞ、本当にすごいぞこれ。20万いきます。しかもこれ来るか、やばい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 、止まった止まった。それでもヌイさん2発しか出ないショットガンじゃないですか。そんだけたくさんの人が死んでますやばい、ヌイさん見てくださいよ、マップはみったはみったいやでもギリギリまで待ちますわこれ。そうっすねこれやばいやばいやばい。いやでもね、こんだけいったらだいぶ戦うはずなんですよ、あいつらアホやから。いやそうっすねアホやから。あ、近い近い近い、マジで近いっすよ。ここのそばに目の前じゃないっすか。もう入ってこいよ、やったるやんけやばい、ショットガン持ってる。いや、スナイパーかな。あ、おるわ、おお。おあれ、ああ後ろからも。あ、怖い怖い怖い。でもこっからポイントのはずやから。で、ワンチャンどっちか死んだ時にヌイさん殺せる可能性もあるっすね。魚風呂利用。そうっすね。だいぶ遠距離で戦ってますね、奥2人いますもんね。ああやばいな、そろそろ
そろそろ行くか。これ行くべき。ワンショットワンキルを華麗にかましていけば。いやでも後ろからまだ来る可能性が。そうっすね。あ、やっぱおるわ一人。いや、おらんか。いや、やばいな。これ行くか、もう行くか。あのコンテナのとこはギリギリアンチっぽいっすね。こんな不殺で一人でかわいそう。やる。なんで、あ、やっぱヘルメットとかが。あ、いや7位っすよ。頑張りましたね。だってゼロキルで7位っすよ。素晴らしい。だいぶ面白いもの見れた。あれで勝つのがだけど良かったんですけどね。いやそうっすね。いやまあしょうがないっすわ、そればっかりは。そうっすね。ちょっといやまたやりましょう。そうっすね。